ご視聴ありがとうございます。今回はですね、最近撮ったまた新しいフィギュアの展示まとめになります。新作と、あと最近発売になったものですかね。よかったら見ていってください。はい。ただ今回ですね、この展示フィギュアまとめシリーズ、間隔が短いので、めちゃくちゃ数が少ないです。もうちょっと開けてもよかったんですが、今回のがですね、ほぼエロいフィギュアです。動画で単体紹介できないのばかりなんじゃないかって感じでした。はい。で、キューズ Q さんがここへ来てかなり本気を出してきたような気がしまして、最近発売のお着替えシオンだったり、でそれ以外にもいくつかで、おそらくかなり気合を入れて宣伝してきてますかね。 FGO のヤリオルタやばかったです。もちろんフィギュアやばいんですが、この方はですね、胸もやばいですからね。本当今回胸出しすぎ新作ばかりでした。ですので今回、短くてももうほぼエロで全部まとめてしまえばいいかということで、そんなに数は多くないんですが、もうまとめで投稿してみることにしました。はい。で、個人的にやっぱり気になってるフィギュアっていうのはいくつかあるので、また単体でも投稿しようとは思ってるんですが、例えばですね、マックスファクトリーさんのブルアカのバニーアスナ、あれかなり注目度高いと思うんですが、やっぱりちょっとエロすぎるんですよね。もうあからさま系フィギュアって絶対規制対象になるので、すごい動画にしにくいんですよ。めちゃくちゃご紹介したいんですけどね。本当 YouTube さん困りますね。で、一応動画も撮っては来たんですが、どうしようかなって感じです。はい。でも、この動画自体もどうなるか分かりませんけどね。引っかかって広告つきませんくらいなら全然いいんですが、あとあとガイドライン違反だとか、ちょっと大きめな問題になるのは怖いんですけどね。ギリギリを攻めるというわけでもないんですが、少し遠め、短めくらいなら許してくれるかなと思って、試験的にじゃないですが投稿してみました。どうなりますかね。例えばフィギュアの最新情報なんかを、公式さんの画像とかを使ってフィギュアご紹介されているとか、そういう方も多いと思うんですけど、あれだって例えばスケールフィギュアだけに限らず、プライズとかでもやっぱり水着とかエロめなフィギュアっていうのはあるじゃないですか。なので、もう本当それと一緒じゃないですか。少し近めですけど、なので YouTube さん、これくらい許してくださいと、願いながら作らせていただきました。ですので、大丈夫そうなら、これくらいの内容はまた投稿したいなと思いますので、もしまたアップされましたらですね、エロめのフィギュアお好きな方はぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、では以上になります。今回は最近撮ったフィギュア展示まとめが、エロいのばかりだったでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。